こんにちは、ダイスです。今日はビビンバ丼を作っていこうと思います。まずは材料を準備してこようと思います。はい、まずは材料です。ビビンバ丼のお肉に豚バラの薄切りを今回使うので、こちら用意しました。他にはキムチ、もやし半玉と人参、キャベツ、こちらは4分の1ぐらいを用意しました。続いて調味料です。調味料はナムル用にごま油大さじ1ぐらい使います。鶏ガラスープが鶏ガラスープの素と中華味の素、この2つを用意してます。どちらも小さじ2分の1ずつぐらい使います。他には塩、これもナムルで使います。お肉の味付け用の調味料です。砂糖は大さじ2、日本酒、料理酒、こちらも大さじ2です。コチュジャン大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、そしてニンニクのすりおろしと生姜のすりおろしは好みで、これぐらい今回は準備してます。はい、材料はこんな感じです。それでは作っていこうと思います。まずはお米研いであるので炊いていきます。次はナムルの準備で野菜を切って茹でていこうと思います。これで野菜の準備ができました。野菜を茹でてる間にお肉のタレを作っていこうと思います。まずは料理酒に砂糖も大さじ2入れていきます。醤油は大さじ1、みりんも大さじ1、コチュジャンは小さじ1、そして用意した生姜とニンニク入れていきます。混ぜ合わせます。これでタレができました。ガレツを食べました。はい、野菜が煮えました。ズルに開けてきます。茹で上がったものを少し水気を切るのに置いておきます。次はお肉を焼いていきます。テフロン加工のフライパンなので、今回はお肉の油で焼こうと思います。普通のフライパンの時はサラダ油少量やごま油で焼くのがいいかなと思います。タレを入れます。しばらく中火で味を入れていきます。はい、続いてはナムルです。水気が切れたので大きめのボウルに入れていきます。なんか量が多くなっちゃいました。本来は半分ぐらいの量の予定だったんですけど、結構作りすぎちゃったので先ほどの倍の量で作ろうと思います。ではごま油、中華味の素、足りない、小さじ1ずつ入れました。
お塩は小さじ3分の1ほどです。はい、混ざって出来上がりました。それでは盛り付けしていきます。足湯で作ってきた温泉卵を一番上に乗せます。上手にできてるのか楽しみです。できました。こんな感じです。いただきます。うわ、美味しそう。ちょうどよくできてます。ごちそうさまでした。美味しくできてよかったです。はい、ということで今回は足湯で作ってきた温泉卵を使ってビビンバ丼を作ってみました。使った温泉卵は足湯に行った時に作ってきた温泉卵で、中がどうなってるかなって不安だったんですけど、美味しくなっててすごく嬉しかったです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!